それでは、コネクトでもは、まあ、販売している、ビトラのオフィスチェアをちょっと、ね、3つピックアップさせていただいて、まあ、普段ここの、ね、ルーキーとフィジックスは結構紹介させていただいてるんですけど、今回ねオールスターの、あのめっちゃいい色ですね。これ生地がなるほど、グリーンの発色がすごい綺麗な生地を貼っているオールスター、をせっかくなんでちょっと3つあるんで、3つなんかこう座り比べをしながら、商品の紹介をしていけたらいいかなと思います。まずはどうしようかな、早速でもオールスターかな。オールスターだよねオールスター、はい、そう、ここはなんか背中のところからこうアームがこう一体になってるのが、まあ、デザイン的には結構特徴ですよね。で、アームになってるんだけど、なんかこう割とこう柔らかい感じのこうカーブを描いてて、フィジックスも割と柔らかい感じにはなって、なんかこうオフィスしてない感じにはなってるけど、まあオールスターはな、よりそれがお家にあってもなんかしっくりはまるというか馴染む感じのデザインになってますね。で、クライニングもしっかりこういう感じでしてくれます。で、あと高さの調整が、あれ、どこだったんですか、はい、ここまで来ます。で、下げる。ここまで。ここ、背中だけがとアームがこう連動して動いてる感じですね。座面はそのまま固定されてる状態で、でもまあ十分、ちょうどいい硬さ、リクライニング硬さになってるので、非常に座りやすいですね。で、僕がじゃあ177センチぐらいなんで、じゃあマミさんちょっと、テーブルにちょっとつけてみて。あ、ちょうどいい。クッションが結構やっぱ分厚い感じするか。結構ね。多分こっちのフィジックスとかだと、こっちはメッシュになるから、やっぱこう座り心地ちょっと違う。こっちはこっちでなんか通気性がすごい良くて、まあでもちょっとやっぱ若干オフィス感はある、そんな感じですね。こっち、涼しい感じするよね。いや、体感値でやっぱ違うよね。そう思います。だからこう、なんだろう、どっちも多分ね、価格はそんな変わんないので、やっぱりもう見た目のなんかデザインとか座り心地としては、よりこっちの方はでもクッションがあるからソフトな感じがする、するね、実際ね。そうなので、なんかよりちょっとオフィスに向いてる感じで、こっちはやっぱりお家の中でもしっかり使えるくらいのデザインかな。で、ルーキーがどちらかというとそれに対して価格はルーキーの方が安いんですけど、座り心地とすると多分この間ぐらいの感じかな、なんとなくちょっと多分硬さが他のに比べて、この3つの中ではちょっと背もたれの感じとかかな、ちょっとこう硬さを感じるっていうのは。ルーキーはここ、そのオールスターがこういう風に稼働するのに対して、ルーキーはここの、腰の部分のここのパネルの強度だけっていうか硬さだけでこうリクライニングをこう取るような構造になってるから、なのでちょっと後ろに体重かけた時にちょっとやっぱ硬さを感じるよ、うん、ですけど、まあお値段的には安い、その分。で、
ていう感じですね。はい、フィジックスオールスタールーキー、色が結構組み合わせが選べるのがやっぱこっちなんで、オールスターいろんな、まあ、生地もそうですし、このフレームの色も組み合わせが楽しめるので、オールスターいいっすね。なんでコネクトはルーキーとフィジックスからスタートしてたけど、これからオールスターが入っていきますので、多分いろんなバリエーション増えていくと思いますので、楽しみにしていただけたらいいのかなと思います。